皆さんこんばんは。今日も夜がやってまいりました。というわけで今日も古民家で晩酌、早速始めていきたいと思います。まずはいつものようにこれから。はい、今日の1本目はこれ、キリンラガービールですね。では早速いただきましょう。そしていつものように健康第一ジョッキについでいきます。はい、ちょっと泡少なめかな。まあいい感じか。ではいきます。人は乾杯の数だけ幸せになれます。全国の皆さんご一緒に乾杯しましょう。いきます。今日も一日お疲れ様でした。乾杯。暑かったからビールがうまい、そんな感じです。はい、そして今日は鶏肉をね、ちょっと4種類ほど名人が買ってきてくれたんで、それを焼いていきますよ。まあちょっと内容を説明させていただくと、これが砂肝ですね。そしてこれがささみ、そしてこれがもも肉、そしてこれが鶏皮。この4種類を焼いていきますよ。もちろん焼いてくれるのはこいつ、今日も出ました、屋台横丁さん。では焼いていきます。はい、では焼いていきます。まずは鶏皮から焼いてみようかな。はいはい、そしてこの砂肝も焼いとこう。あ、砂肝もね、名人がね薄く切ってくれたから結構早めに食べれそうよ。では少々お待ちください。そしてちょっと今日のスパイスはね、いつも鶏肉の時よくかけてるけど、博多花みどりさんの監修の極みスパイス、これかけていくよ今日も。まずはね、うまいからね、鶏肉に一番合う感じがする。はい、では少々お待ちください。はい、そろそろいい感じに焼けてきたね。では早速食べていきたいと思います。はい、では鶏皮食べていきたいと思いますよ。まずはこのまま食べるよ。はい、うん、これはうまい。スパイスもうまいし、もう鶏皮自体がねうまい。やっぱり鶏皮は脂がバーッと出るからうまいね。またそれがビールに合う。はい、そしてこの砂肝がもう食べれるんでね。あ、それからささみをね横で焼き始めてるよ。それだけ言ったらいただきます。はい、砂肝はこの食感がいいよね。うん、ビールが進むくん。はい、そして次はこのささみにね、このヒマラヤピンクガイに逆向きやったね。はい、ヒマラヤピンクガイ、これをかけていくよ。そしてその横ではもも肉も焼いてるんで、もも肉にもかけていくよ。
はい、ではお待ちください。はい、そろそろささみいい感じかな。ではお皿にのして、そしてわさびをのしていただくよ。これね、ちょっと飛び出したね。これね、めっちゃうまいと思うよ。いただきますよ。はい、わさびがツーンとくる、ささみはわさびがよう合うね。うますぎて1本目終了。そんな感じです。はい、2本目はいつもの本切りいただきます。そしていつものように YouTube ジョッキについていきます。はい、チャンネル登録お願いします。チャンネル登録をして俺と飲み仲間になりましょう。では2本目本麒麟で乾杯。やっぱりうまい。はい、そして次はね、このタレで食べていこうと思ってるよ。これはジョジョ園の焼肉のタレ。これうまいからね。では食べていくよ。はい、ではもも肉、ジョジョ園のタレにたっぷりつけていただくよ。絶対うまいね。いただきます。はい、さすがやね、ジョジョ園のタレ、鶏肉でもうまいね。これは間違い Nothing。 やっぱり鶏肉は俺一番好きかな。うん、やっぱり一番うまいよ。ところでサルキチ君、今日は何飲んでんの？それどうしたの？はい、サルキチです。いやー、チンさんこれですね、トリスハイボール。これどうしたかっていうと、もちろんそこのおばはん、そこのおばはんに無理やり飲まされてます。なんでかっていうとね、今日おばはん夕方っていうか、もう夜結構遅かったね。なんかお仕事遅くまでやったんやね。まあやらされたっていうことやね。まあそれでヘトヘトになって、なんか玄関ガラガラで開けて帰ってきたから、ドドドって玄関までサルちゃんね、お迎えに行って、おばはんさん今日もお勤めご苦労様でした、今日は遅くまで働いてたんやね。ところでサルちゃんのビールは？それだけが心配なんやけど、ビールちょうだいって言ったら、スルルお前よそんなこと言うな。私がヘトヘトになって帰ってきてんのにビールよこせ。そんなあかん。今日からお前な、これ飲め。これトリスハイボール。なんでかっていうと、私ね、ヤーチンさんの体のことを思って、ちょっと2本目のビールからね、このハイボールに変えようって思い
思ってんの。まだ来週やけどね。まあそれでテスト的に一箱買ってみたの。このトリスハイボール、やっぱりハイボールの方が体にいいらしいからね。だから実験的にまずお前が飲め。え、ウォハンさん今何言いました？サルちゃんは基本ビールしか飲まないぬいぐるみやで、そのぬいぐるみに対してハイボール飲めってどういうことですか？お前、じゃあこの間言った100年間禁酒っていうのを実行させるぞ。それでいいんやろなって言うんです。それでちょっとサルちゃんも久しぶりにねおしっこちびってね、怖いからもう恐怖でおしっこちびって、それでまあちびったんで、ウォハンさんそこまで落としてくるっていうことはもう逃れられないっていうことですね。わかりました。今日はサルちゃんがトリスハイボールを毒味させていただきますって言ったら、お前のそのサントリーの人に悪いと思わないのか？毒なんか入ってるわけないやろ。まあそんなことを猿が言ってるおかげでこのチャンネルがバンされてる。どうすんねん、お前は責任取れるんか？お前は喜んでトリスハイボール飲め、もらったって言うんです。まあそう言われると喜んで猿ちゃんはトリスハイボール飲みますって言わざるを得ないね。なあおばはん、おばはん、おはよう。今日はトリスハイボールくれてちょっと不本意な感じもするけど、とりあえずありがとうの。それだけ言っとくで、そんな感じで今日はビールじゃなくってトリスハイボール飲まされてるサルちゃんです。以上。そうやったよね、サルちゃん。長々と説明ありがとう。ただ俺もほぼ聞き流してたけどね。もう俺はこの後鶏肉いっぱいあるからそれを焼いて、めっちゃ今日ビール飲まないといけないから、サルちゃんのそのトリスハイボールにはかまってる暇ないよと言いながら、ふと時計に目をやると始まったんがめっちゃ遅かったんで、めっちゃ遅い時間です。それだけ言ったら今日はそろそろ終わりにしようかな。ということで今日も見てくれてありがとう。コメントとグッドボタンはお願いします。そこまで言ったら今日はここまで。残念無念、また次回も見てね。やらぴくー。